福岡の市内は電車、地下鉄、バスなどの交通機関も発達しています。留学生のみんなが住む寮も学校の近くにありますから、学校にも通いやすいです。福岡 YMCA では、希望する人の希望に合わせて宿舎、住むところを紹介します。まず、今、写真があるのは、食事付きの寮です。この寮には、寮長さんがいますので、安心して生活することができます。食事は、朝と夜の2つの食事があります。部屋には、キッチンやお風呂がある寮もあります。日本人と一緒の寮ですから、寮の中で日本人の友達を作ったり、寮のイベントにも参加したりすることができます。次に、食事なしのアパートの紹介です。部屋には家具や家電、そしてキッチンなど必要な設備が整っています。自分で料理をする学生やプライベートを大事にしたい学生に人気があります。